大前さん、はい、どうぞ。こちらには先発しました遠野投手に来ていただきました。お疲れ様でした。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。まずは今日のピッチング、ご自身で振り返っていかがでしたか？まあそのまあ、まず5回ゼロに抑えられたということで、ほっとしました。良かった点というのはどういったところでしょうか？まっすぐな両サイド、うまく投げれたかなというのは、あとは、今日フォークが良かったので、その辺が良かったのかなと思います。すごく気持ちの入った気迫のあるピッチングだったように思いますが、まあそうですね、やっぱりその、クリスの球団だったので、やっぱり、いいところにしたかったですし、それがいい方向に行って良、かったと思います。クリス相手という話が出ましたが、そういった意識ありましたか、試合前から？まあ、試合前はそんななかったんですけども、やっぱ、最後の脇屋さんにヒット打たれて、やっぱり少し硬くなっているのかなと思って、まあ、その後うまく、後続立てたので、良、かったかなと思います。開幕まであと3週間を切りましたが、開幕に向けてご自身の課題ありますか？やっぱりもっと今日も少しボールが多かったので、もう少しボールを減らして、自分の有利カウントで、勝負できれば、いい方向に行くのかなというのは思います。最後に次の試合へ向けて一言お願いします。やっぱりその結果を出さなくちゃいけない立場なので、今日みたいなピッチングができるように、心を入れて頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。遠野投手にお話を伺いました。